劇団スラムプレゼンツスラムの路地裏。いやー、8月になりました。そうだね、8月になったね。もうだって8月ね、収録時点では4月だからあれだけど、あの公開日はね、8月3日？ 8月4日ですんで、4日か、そっか、3日が土曜日か。8月になりましたわ。はいはい、梅雨も明けてね。うん、梅雨なかったけどね、今年。いや、そう、梅雨以外がやばかったから。確かに。で、梅雨も明けて、うん、もう暑いと。暑すぎ。そんなあなたに、うん、怖い話。はい、今日はあの後ろのね BGM をちょっと、うん、今の段階で変えてるか分かんないですけど、うん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 、あの不気味な感じにいやでもね、ここで言っておくおかげで絶対編集の時に気づけるから。いや、そう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 、あのそこまであの余裕があればやっておきます。うん、あ、楽しみだ。ということでね、怖い話、あのお互いにね、うん、あのインターネット生きてきてもう死ぬほど見てきてるじゃないですか、うん、中学生の頃暇さえあれば読んでた。読むよね、読む。シャレコア、シャレじゃなくても普通に怖い話も結構あるんで、好きなね怖い話についてねペロペロ語りませんかと。ついこの間さ、冷静もなんかあのお前そこへ行ったんかみたいなのテンプレを模したさしてたね、あの熱いやつね。そう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 、はい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 、あれありがちなんで、ああいうあるあるもね含めて喋っていければと思います。いいね。え、ちなみにさ、はい、あのテンプレっぽい動きを初めて見たの何だった？俺ね、八尺様だった。八尺様あったっけ？八尺様はあれだよね、そこへ行ったんかだっけ、そこへ行ったんか系じゃなくてあれだよね、あの見たんかみたいな、見たんかと絶対出るな、絶対部屋から出るなのテンプレだよ、ね、そう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 。で、あの車の中に入れられてさ、あのなんか庭ぐるぐる回ってたら八尺様がボッ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 ってついていくんだよな見たんかを知ったのなんだろうな。あ、缶ひもとかもそんな感じだったよな。缶ひもどんなんだっけ。缶ひもはな、山の中に落ちてる黒いツヤツヤした腕輪みたいなのをつけたら、はいはいはい、そのつけた友達が急にアビアスみたいになってで、なんじゃなんじゃってなって、それをなんかね、村の人たちに言ったら、お前これはあれやんってなって、なんかレントゲンで脳みそ見たら髪の毛ぐらいの穴がめっちゃ開いてたってやつ。あるわ、でも腕はもうダメじゃん。まだ頭まではいっちょらんっていうセリフあるわ。そう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 。あの腕切り落とすんよな、私は。怖いんだよ、あれめちゃくちゃ。それこそ、あそこに行ったんかシリーズは、まあなんか山奥の村で、うんうんうん、謎の廃墟とか、そういう系がある怖い話系じゃん。ああ、そうだね、そうだね。田舎のとかね。あれはあのなんかさ、入り口がない家がさ、あるあるあった、あった、なんだっけ、あったしょ、なんか後ろの網がなんか開いてるとこがどっかから入り込むやつでしょ。あの窓から入り込んで、で中になんかあの化粧台みたいなのがあって、あ、そう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 、そこの上から3段目かなんかを見たら友達が発狂したみたいなやつ。あれなんだっけ、あれはなんだっけ、変な家じゃなくて変な家やもうここからは私の推測になるんですがとかなんだっけな、あれあったね。え、いや、それめっちゃ思い出すわ。あれめっちゃ怖かったんだよな、昔見て。なんだっけあれ、パンドラじゃん。あ、そう、パンドラだ、あの金剛パンドラね。あ、それこれパンドラか。あ、そう、それがパンドラだ。めちゃめちゃ怖かったんだよな、パンドラ。なかなかね、やばい、あの忘れたどういうこと。いや、パンドラはガチで怖い。そのさ、なんかその家自体はそんなありえなさそうだけどさ、うん、その入っちゃいけないよっていうところに子供、中学生、小学生だから入っちゃうっていうのとさ、はい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 、でその中探索してさ、案外大丈夫じゃんっつって友達いっぱいいるから気も抜けて、で中のもの漁っちゃう感じとか、そういうなんか人間描写がちょっとリアルという。だいたいさ、 3,4 人で行ってさ、一、うん、人だけ手遅れになるよね。そう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 。で、もう一人も被害に遭うんだけど、そいつは二番手だから大体助かってる。そう、あの、これ、カンカンダラとかも確かそうなんだよな。あ、カンカンダラってなんだっけ？カンカンダラは、それこそあの、なんか、友達で、なんか廃墟かなんか行って、中にある棒を動かしたら、うん、あの、その動かした子だけが、めっちゃなんか発狂して、うんぬみたいな。あー、
そっか。ここら辺のね、あの長めのやつって、うん、パッと出てこないんだよね。出てこない、わかる。やっぱそうなると短めのやつの方が、うん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 、あのくねくねもそうだし、そうだね。あとあの俺が必要にこすってるうーんもそうじゃん。あれは意味がわかるとこの話だっけ。あれ意味コアかな。確か意味コアだったはず。いや短い話はやっぱ使いやすいよね、うん、そういう意味で。あの ネタとしても使いやすい。あと何があったっけな。リアルか。あ、リアルね。リアルは本当に怖い。レア未だに怖いもん俺。いやそれね、いや、うん、リアル、それこそリアルで起きそうな何行動をさ、うん、元にしてるから怖いんだよな、うん、いやそうなの。でだってさ、あの鏡の前でさ、うん、お辞儀して45度左向くってさ、あるじゃんそんなの。余裕、に余裕だよ。でしかもさ、うち実家のさ玄関にさ姿見置いてあったの、その靴履くところに。はい、だから鏡の方でなんかちょっと違うなとか言ってお辞儀して、でその間にあの鏡の方を見た上で左の方って洗面所あんの。はいはいはい。だからそことかで物落としちゃったら、靴結んでる最中にくるって左向いちゃって、もう条件達成しちゃうの。はい、終わり。そう、もうあの罪なんだよね。怖いんだよ、だからめちゃくちゃ。あれめっちゃ怖かった。その実家だからっていう安心感が一切なかった。ああ、そういうこと。俺も実家がさ、うん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 、ちょうどあの洗面台とお風呂場の鏡で合わせ鏡なんだよね。うん、めちゃくちゃ怖いじゃん、それ。めっちゃ怖いんだよね。それめちゃめちゃ怖いじゃん。それ、やだな。あの深夜とかにさ、いや俺だからもう、うん、実家住まいの時から普通に夜行性だから。そうだよね。言うたらね、牛蜜時にさ、じゃあ歯磨いて寝るかみたいなとこあんのよ。はいはいはい、はい、終わり。めちゃめちゃ怖い。それふと意識し始めるともう怖い。あ、わかるわ。なんか全然別のこと考えてたりするとマジでどうでもいいっていうか、何も考えてないから気にならないんだけどね、合わせ鏡だろうと。そうだから歯磨き中とかマジで何も考えることないじゃん。ない。シャコシャコシャコって。おー、はいはいはい、鏡だ。おーい。そうだよね。そうなるよね、絶対ね。おーい、なるんすよね、あれ。なるわ、それ絶対。怖っ。なんか擦り続けてるやつあるかな。怖い話をネタにして結構ね、うちら笑いを取ってるからね。そうだね。でもあれじゃない、うーんが8割じゃない。うーん8割で、あの、うん、霊勢が好きなのは双眼鏡で覗いてたらなんか白いクソ笑顔のやつが坂道下ってくるやつね。ドドドドドドドッ。で家のマンションの自分がいる階の階段までガガガガガって上がってきて、うんうんってドアガタガタしてくるっていう、めっちゃ怖い。あれ震えてたらどっか行くやつ。そう、朝になるやつ。あれマジで怖い。あの、うんの描写がさ、うん、あの文字の仕方がうまい。あ、そう、あれね、うまい。マジで書き方がうまい。うまい。うんみたいな感じですっげえ書いてる。あれは怖くておもろい。あと両面スクナもあったよな。あんまネタにはしてないはずだけど、両面スクナってなんだっけ、あのなんか箱の中に入ってるなんかミイラみたいなのがどうのこうののやつだよね。そうだね。あ、そうそうそうだね。書いてあるわ。すごい安倍の生命じゃないけど、そういう感じの名前の人が出てきて、なんかいたっしょ。住職はなんか書いてるけど、そんな名前書いてある、これ。ね、確かそのルーツかなんかのところに出てくるはず。ああ、そういうこと。うん、そのなんか後半の解説パートじゃないけどさ、はい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 、そういうところに なんだっけ、なんつったっけな、すげえなんか馬宿の大君みたいな、そういう感じの名前なんだよな。なんだっけな。え、もののべ天国じゃない？いや、そう、もののべの天国だ、そうだ。それ、もののべの天国だ、思い出した。教祖の名前ね。あ、そう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 。名前に天国ってって思ったからよく覚えてたんだけど。忘れちゃってたけど。夏い。箱で言うと、リンフォンも確か箱なんだよな。ああ、そうだね。リンフォン、パズル解いたらとんでもないことになる、ね。そうそうそう、なんか、でも解く前に言ったんだけど。解いたらどうなったんだろうみたいな。ああ、はい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 。あの直接恐怖描写をしない系ね。なんだっけ、あれなんだよね、めちゃくちゃかっこいい描写があるんだよね、その占い師かなんかで。あそこあれ、あれは凝縮された極小サイズの地獄ですのやつ。少年漫画のかっこよさや。ちょっと呪術廻戦とかに出てきてもおかしくねえな、リンフォン。出せるんじゃない。いや俺呪術読んでないからあれだけど、読んでも見てもないけど、なんならだってね、ラスボスっぽい名前が両面スクナだからね。
そうなん？そうそうそう、あの最終的に倒さなきゃいけないやつは両面宿儺だろうな。あー、なるほどね。多分漫画だともう出てるんだけど、その辺が多分。てか、なんなら両面宿儺は第1話から出てる。あ、出てんの？出てはいる。あるよね、あの最初から出てて、え、お前ラスボスなんみたいなやつね。あ、でももうずっとラスボスの匂いだし。ずっとか、ずっとラスボスの匂いだしてる系で、あの、ずっと魔王ね、RPG の魔王的存在ね。そうそうそう、てか、なんなら主人公の体に乗っている。え？なんか、超簡単に説明すると、なんか、スクナの指っていう呪具があって、あるよね、それは知ってる。主人公がそれ食っちゃったせいで、体に両面スクナを宿しちゃうの。はいはいはい。で、あの、スクナの力を借りつつ、敵を倒していくんだけど、でもスクナも、あの、まあとんでもない化け物だから、うん、あいつやべえってなって、いろんなところから、あいだからなんかどうすんのかは分かんないけど、最終的にスクナを取り出して殺すんかなみたいな感じ。ナルトの話している。ナルトのキュービーだね。そう、ナルトのキュービーに近いかも。言われてみればめっちゃそうだね。確かに確かに、ナルトだな。あいつやべえじゃん。 そのシナリオ聞くとかなりナルトだけど。あ、だからおひげさん結構好きなんじゃない？あー、マジで。うん、普通に呪術はね、食わず嫌いしなくていいと思う。食わず嫌いしてるわけじゃなくて、シンプルに見せないだけだけど。俺食わず嫌いそんなしないんだよな。そうか、食わず嫌いは俺の鬼滅だけか。ああ、そうじゃない。いや、鬼滅もさ、面白いけどね。別に食わず嫌いするとこじゃないけどね。いや、多分見たらめっちゃハマると思うから絶対見ないようにして。ああ、逆にね。逆に最後までもう貫くわ。てか、もう怖い話からずれてきちゃった。いや、怖い話だったらやっぱあの俺が言うのは巨頭王と。あ、そうだね、巨頭王だね。巨頭王は結構さ、考察がなされてんだよな、いろいろ。え、そうなの？確かそう、あの看板の文字が巨頭王だったけど、うん、これもともと何だったんだろうみたいな考察が結構あったはず。あ、なんか巨頭村の右の方がかすれてるみたいな説とか見たことある。あ、そうそうそう、なんか村の文字がかすれて王になったんじゃねえかみたいなさ。そう、だから確か巨頭王の王って半角なんじゃなかったっけ。もう覚えてないです。覚えてないか。いや、あと俺一個さ、絶対あったけど思い出せないんだけど、あのそれこそ廃墟入って順番にさ、これを見たなら右を見てとかさ、あ、これを見たならこっちみたいな。イミコアだね。そう、あれイミコアか。あれイミコア、あれはイミコアで、あの最後に鍵括弧で私の頭が後ろから来るよ、振り返らないでね。あ、そう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 。いや、でもほら、全部鍵括弧で何々ってと紙に書いてあるっていう書き方だから。ああ、なるほどね。そうそうそう。で、最後だけそのと紙に書いてあるがなかった。ああ、そうだ。そう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 だわ、そうだわ、そうだわ、そうだわ。でしょ？だからあれは意味怖なんですよ。まあ、意味じゃなくても普通に怖いけどな。意味わからなくても怖い話なんだよな。後ろから頭来てたとしたら、ちょっと怖い。そうだよ。それ2階の窓から飛び降りたくもなるわ。いいね、おもろいね、こういう話やっぱ。あとやっぱ欠かせないのは猿夢じゃないですか。いや、そうなんですよ。もう猿夢は忘れられないよ、ね。ちゃんと怖い。ちゃんと怖い。あれ、あの時期にさ、中学生とかの時期にさ、うん、読むじゃん、いろいろ。うん、読む。で、紫鏡がとかさ。はい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 、はい。はーって感じ。そうだね。猿夢、やべえこれ。あの夢の中で殺される系は抗いようがないから、ね。いや、そうだよ。しかもあれ、極めつけはさ、殺される直前、はぁって目が覚めたと思ったら、次は逃がしませんからね、みたいな。そう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 。もう、怖すぎ。本当に。やっぱその、紫鏡とかはね、現実性がないからあれだけど、あの、なんだっけか、足出して寝るとダメよ、みたいなさ、そこら辺のその、日常に寄り添う怖い話や、ちょっときついんだよな。あれ、やだよね。あの夜中ふと思い出すやつ。そう。あとさ、俺、今はそんななんだけど、なんか小学校とか中学校のさ、うん、大便器ってさ、はい、暗かったやん、ちょっと電気のさ、あ、通りが悪くて、はい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 、だからさ、俺そこでさ、うんちとかしてる時にさ、うん、ふとさ、あの背中後ろから叩かれて、赤いちゃんちゃんこと青いちゃんちゃんこどっちみたいなさ、あれをさ思うとちょっと怖いんだよな、あれ、未だに。あ、マジで？暗いトイレとか、あ、今はもう怖くないか、当時は怖かった、めちゃくちゃ。今はもうそんなの無視してスマホ触ってるからさ。赤マント系列ね。あ、そう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 、赤いの選ぶとね、血だらけにされて殺されて、青いの選ぶと体中の血を抜かれて殺されるっていう、はいはい、バケモンすぎる。
なんかこう学校のトイレの怖い話とかも結構あったような、こうシャレコアじゃないけど。まあまああるね。やっぱ流行るんだよね。そうだね。あれはやっぱ なんで流行るんだろうな、学校の怖い話って。階段レストランの影響だから、うん、階段レストラン夏いや、シンプルにやっぱ俺らがシャレコアをさ読んでるように、うんうんうん、みんな興味はあるんだよ。あるんだね、きっとね。で、なんかそれこそもう小学校とか中学校ってさ、一つの情報があったらもうどんどん広がっていくじゃん。広がっていく。それですよ。それかエコーチェンバーですよエコーチェンバー、あらららら、フィルターバブル俺だから未だにさ、そのトイレの怖い話系の対策覚えてるやつあるの。なんか鹿島京子さんって知ってる？あるね。なんか私の体どこにあるみたいなのトイレでふと聞かれて、そしたら名神高速道路です。あー、あったね。で、なんか名神高速道路あったね。あったでしょ。で、なんか名前、なんかの名前を聞かれるか、なんか誰だか知ってるみたいなことを言われた時には、鹿島京子さんですって言うと帰ってくんだよ。はいはいはい。クソ怖いこれ最近のトイレはね、もうなんかオフィスとかだから明るいトイレばっか行くけど、はい、小学校の時なんか微妙に薄暗いトイレとかすごい怖かったの。暗いよね。学校にいる時間帯って基本電気ついてないから、自然光、窓から入る自然光に任せているところあるじゃん。あるね、あるね。だからさらに暗いんだよね。そう、クソ怖かった。あー、あるけど内容俺はそんなにバチコリ覚えてないかもしれないわ。あ、じゃあちょっとタイトル言って。いや、流れはわかるよ。はい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 。小鳥箱。あー、なんだっけ小鳥箱。絶対読んだことあるわ読んだことは絶対あるのに全く内容覚えてない。あの小鳥箱は俺が推してるあのイラストレーターさんのさより先生原画で、うんうん、小鳥箱を元にした、はい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 、このゲームがこの間出てたんで、それで、そうなんだ、読んでて、まあある程度は覚えてるんだろうが、元ネタどこまでだったか覚えてないんだよな。なんか俺両面スクナとめっちゃ勝るんだよな。両面スクナはだからさっきのあれでしょ、ミイラの話でしょ。もののべの天国。そうなんだけど、もののべ天国いや、そう、小鳥箱は確かあの小鳥じゃなくて子を、子供を取るって書いて小鳥箱なんだよね。あの女性にしか影響がないんだよ基本確か。ああそうだ、あのあれだ、家の倉庫から小鳥箱が見つかって、大学生グループかなんかで、はいはい、それでなんか女の子が具合悪くなって、そのことをなんかじいちゃんに話したら、お前あれを見たんかみたいな感じになってで、なんかそうだ、なんか自治会でそれは何年に一度家を回すんだよそれ。そんなんだっけ。女性がいない家かどっかに3年に1回とかで自治会で、はいはい、その各々の倉庫を回していかないと呪いが溜まりすぎてやばいから、はいはい、そうやってなんか呪いの効力を弱めていかなきゃいけなかったみたいな話だった気がする。そうですね。そうだよね。そのはず。うわー、すごい、なんかスル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 ってあの芋掘り式に出てきた懐かしい。そのそれを読んだ当時にさ、自分の頭で描写した家まで出てきたもんよ。脳内で家の倉庫まで。そう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 。どんなん？あのね、ちょっと俯瞰してて、はい、家と家の隙間はそんなにないんだけど、なんだっけ、あの100人乗っても壊れない物置みたいなのがあって、はいはいはい、そこの中に入ってたんだろうなみたいな感じに考えて、今だったら多分蔵とかの方が浮かぶはずなんだけど、当時はその家というものに対しての解像度が薄すぎてそのよど物置みたいなのがの中になんかポツンってあるんやろうなって思ってさ。 家で思い出したけどさ、あの、うん、目を閉じて、うん、自分の家を想像してさ、そこに人がいたらうんちゃらみたいなのがあった。あった。あれはなん、あれはいたらなんだっけ、幽霊がいる話だっけ。あれはそうだね、いたら幽霊が、霊感があるとかなんかそういう話じゃん。霊感か。なんならなんか近いうちに死ぬみたいな。いや、そう、俺もそのイメージある。あるよね。うん、なんかそこに出てきた人が死ぬじゃないけどさ。そう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 。あれも俺やらないようにしてた。え、あれさ、テレビでやってたんよ。あ、やって、そうなん？テレビかなんかでやってて、でやって。でもさ、家想像しろっつって人出てこんくねって思った、やった当時。ああ、そういうことね。そうそう。いや、だから怖いんだよな。あの、出てこんくねと思っててもさ、うんうんうん、もし出てきたらもうどうしようものかと。どうしたもんかと。確かにな。だからやんないんすよ、俺。なるほどね。いやー、いいね。怖いね、こういう話はやっぱり。あ、でも リゾートバイとか、それこそ。有名どころでまだ出てないっていうと。リゾートバイトね、長いんだよな、あれ。いや、死ぬほど長い。
死ぬほど長すぎて覚えてない。死ぬほど長すぎて覚えてないんだけど、絶対に入っちゃいけないよって言われてた2階の部屋に、おかみさんか誰かがご飯持ってって、そこに白米ベチャーってやって、そこにめっちゃ残飯溜まってるみたいな記憶は覚えてる。いや、まあ2階の部屋だったことを覚えてるわ。でも最後まで読んだのか分かんないけど、その結果何っていう話、記憶ではある。見たなーっつって追っかけられるんだっけ。そうなん。いや、もう全然覚えてない。何年前すぎるマジで。リゾートバイトは確か大学生の時に1回なんだな。西田ってもう7年も前じゃないか。5、6年前か。あと有名どころは語られすぎている如月駅じゃない。あー、盲点だわ。逆にもうね。うん、如月駅も地味に怖いよな。あれな、まあ電車なんてね乗りますからね、割と。うん、いや、じゃあ如月駅系でトンネルでさ、会うおっちゃん、救世主タイプのおっちゃんかどうかみたいなやつあるよね。救世主か怪異の一種かなのか。そうそうそう、の二択よね。そう、お前はこっちに来ちゃならんみたいな感じで助けてくれるな、異世界おじの可能性もあり。あるね、あるね、あるね。あれだよね、そんなことは許せません、まあみんな死んだんですけど、と一緒だよな。許せませんタイプの人だよね。そんなことは許せませんは、あれか、電車の方か。いや、あれはバス。バスの方か。そうそう、バスのなんか、事件かなんか。バスの方はね、後日談あって怖いからね。そうそうそう、あれ単体だとそんなのだよな。あ、そういうことみたいな。あれしかもさ、その場ですぐ解説するやつが現れないで、5ヶ月後とかにわざわざやってる。いや、そうそうそう。これって、この事件なんじゃねみたいな。そう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 。見た人いませんかみたいなね。へぇ、なんか。なんかそういう書き込みが、書き子があった記憶があるんですけど、みたいな感じで書いてたもんね。そうそうそう。それでその事件がなんか、これじゃねってなって、でも具体的なことは結局わかんないっていうね。書き子クソ懐いんだけど。初書き子、どうも。そこでしかマジ見なくない。みん、もうカキコって言わないね。記念パピコとかね。パピコあったね。パピコ食ってねえわ最近。パピコは俺もなかなか食わないな。パピコさ、うん、基本2種類しか味ないからさ。ああ、そうだね。どっち派すか、ホワイトサワーかコーヒー。俺ね、ホワイトサワー。ホワサワー。いや、そうなんだよ。ホワサワーかよ。君コーヒー。もうコーヒー。ああ、いや、そうだよね。なんかね、いや、パピコを食べるならコーヒーなんだろうなと思いつつ、でも単純に俺なんかアイス食うときってスーってしたいから、そこにコーヒーを求めてないことが多いね。そう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 。まあ、確かにスッキリ系のアイス基本置いてんのパピコぐらいかな。ガリガリ君のソードとかはまあ別として、あとアイスボックスとかね。スー系、あ、アイスボックスも、まあ、あれはもううまい氷だからアイスじゃないんだよ。だ、ね、あ、確かにうまい氷だわ、あれは。あれはうまい氷なんで。で、クーリッシュとかもさ、基本バニラじゃん。バニラだね。バニラはちょっと重いかみたいなとこあるよね。あるある。なんかあれはむしろ真夏じゃないね、風邪ひいた時とかに食いたいねみたいな。ええ、俺この前だってコロナの時飲んだよ。中から冷やすかっつって。なんか何も 食欲がなくて。ああ、そういうこと。しかも38度とかずっとあるから、うん、ゼリーとか食ってでもよかったんだけど、なんか冷たいもん食いたいってなってクーリッシュ食った。クソ幸せだった。やっぱ怖い話より、うん、夏はアイスか。めちゃめちゃいい落ち着いたじゃないか。